ティアス地区にダークリザードはいないように見えるな。支援王は俺たちを厄介払いしたかっただけじゃないのか。ピーコックが死んだことについてとやかく言われたくなかったんじゃないかしら。まあいいわ、考えてもしょうがないし、騎士大会が無事に終わればいいわね。ええ、せめて罪のない民が巻き込まれるようなことがなければよいのですが。ダークリザード、本当にダークリザードがこんな人里近くに。おいおい、考えるのは後にしてくれ。手を貸してくれないか。盗賊を助ける義理はない。ダークリザードの出所をはっきりさせるべきじゃないのか。それなら俺がよく知ってる。助けてくれたら全部教えてやる。決まりね。我が剣と共に。虚栄の空想を捨てなさい。お望みとあらばってね。こんなもんかい。希望の光よ。金は用意したか。これでよしと。では盗賊さん、あのダークリザードのことを教えていただけますか。危ない危ない。でも大成功。ダークリザードは曲がりくねった古い下水道を縄張りにしてんだ。あいつらは辺境のミザリザに追いやられたはずだ。不夜城よりももっと北の方だ。
どうしてここにいるのかは知らねえ。何日か前にティアスの捜索を避けて下水道に入った時に見つけたんだ。町の下水道に？そこからなら簡単に町に侵入できてしまいます。盗賊さんはどこから下水道を脱出したのですか？ああ、そこまで覚えてるわけねえだろ。しつけがなってないわね。あんまり失礼だと地面にキスすることになるわよ。分かったって。とにかくあの下水道はこの先の村に繋がってんだ。まで勘ぐられるとはな。剣と共に。はい、本気を出そうかね。お望みとあらばってね。身が切り開く。演算完了。かける炎よ。私は逃げも隠れもしません。これが命の輝きです。金は用意したか？最後まで戦います。希望の光よ。目標はどこだ？金は用意したか？血の誓いだ。お前らに俺たちの計画は止められねえぜ。行くわよ。勝敗は決しました。そこまでです。このような品のない方法で罠にかけることしかできん。お主らの駒は安いな。この世界は最初から継ぎはぎだらけの仮初めです。帝国国司のアトゥム殿、あなたのような長命種にはわからないかもしれませんが。余計なことはいい。大事なのは女王特使を止められるかどうかだ。その点については心配ありません。入念な準備を施してあります。我らの偉大なる計画の異分子を排除するためにも、帝国のあのお方の要求を叶えるためにも、アサシンは盟友に対してことのほか親切なのです。
町の下水道にこんな奴が。ここで倒していこう。私は逃げも隠れもしません。こんなもんかい。さあ行くよ。完了。最後まで戦います。灯台の導きよ。ブラッドファング、我が剣と共に。はい。虚栄の空想を捨てなさい。目標はどこだ。竜をほふる。はい、あたりが切り開く。恐れはありません。状況を教えてくれ。
が剣と共に。偽りの夢を払いましょう。ダークリザードにもアサシンにも騎士大会は止められませんわ。ティアス地区に全ての人員を動員しなさい。黒バラ騎士団のような武力が王室のものになったら、貴族は不安に駆られて反乱を起こすわよ。キャサリン、ベルベット法令でフヤ城や他の自治都市から得たお金はアイビスの未来のためにならないわ。貴族の腹だって満たせやしないのよ。そして自治都市に地位なんて与えてみなさい。政略結婚でもされて彼らの品位が持ち込まれたら、アイビスは徹底的に分裂しますわ。私たちに必要なのは王室が意のままに動かせる武力で、キングスランドが握る海の航路を切り開くこと。頑固で愚かなのは相変わらずなのね。ピーコックが死んだ今、もう黒バラは使えないのよ。彼女は騎士王の養女だった。騎士団が知らないとでも。分かっていますわ。彼らはアーマンドを団長に指名してきた。でも私には時間が必要なのよ。シャーロットが脊柱剣を手なずけるまでの時間が。あなたはあの剣の力を分かっていない。黒バラ騎士団とあの剣の間には決して破れない契約が結ばれているのよ。騎士大会までピーコックの死を隠し通して、シャーロットが騎士大会で脊柱剣の力を証明さえすれば。だけど。お黙り、キャサリン。あなたがすべきことは、支援王室の結束は揺るがないと騎士大会で証明することですわ。誰かキャサリン対抗を部屋に送りなさい。女王陛下から君たちとティアス地区を調査して騎士大会の間の安全を守るお手伝いを命じられたんだ。それって試合は見に行けないってこと？そうだけど見ても面白くないよ。何言ってんのよ。ベレット、調査票通りに調べて急げば騎士大会に間に合うかもしれない。それにしても支援王室は俺たちをいつまで遠ざけるつもりだろうか。支援王室の秘密を知るつもりはないんだが、だが女王特使を務めるのは西部連盟のためだ。僕に言われても困るな。僕は女王陛下のそばにいるだけの小物だからね。なぜ女王特使なんかと手を組まなきゃいけない？黙って手を貸しなさい。じゃないと承知しないわよ。
地をかける炎よ。お望みとあらばってね。切り開く。恐れはありません。脊柱剣アイル。剣と共に。私は逃げも隠れもしません。くださり感謝いたします。特使のお嬢さん、誠意を見せてくれるというのならピーコック様の居場所を教えてくれますか。もう少しお待ちください。支援王陛下から必ず満足のいく答えが得られるでしょう。勝敗は決しました。そこまでです。ピーコック様は黒バラ騎士団の団員をよく見ておられた。それを俺にもよく話してくれていた。あの人は緊張すると鼻を触る。あの人は父親と仲違いしてもう10年も顔を見せていない。そんな時間も今はもう二度と戻れなくなってしまった。陛下にはお考えがあるのだろう。それはわかる。だけどこのままではダメだ。俺は行く。どこに行くんだ。見回りするんじゃなかったのか。いや、ここで終わりにした方がいいのかもしれない。俺みたいな奴は支援王陛下に直接別れを言う度胸もない。どこへ。やるべきこと、取引を終わらせに。あら、支援王じゃない。やっと会えたわ。騎士大会の準備のためにティアス競技場に行くところかしら。確かに数日お会いしてませんでしたわね。王宮の仕事に加えて騎士大会のこともあって少しほったらかしにしてしまいました。あら、いいのよ。私たちもただの女王特使だし、私にしてみれば雇い主が変わっただけだわ。でも雇い人
に少しも顔を見せない雇い主というのも珍しいわ。それにそんな時は大抵良くないことを企んでたりするものよ。私の思い違いでなければ私たちの約束は騎士大会が無事に終わることが条件ではなかったかしら。要領を経て約束は覚えておいてくださいまし。え、それだけ？私なんかまずいこと言ったかしら。いや、ベレットは余計な一言が多いだけだ。お姉さん、もう何日もアーマンドを見かけてません。やはりおかしいです。いなくなったのはもしかして黒バラ騎士団に。これ以上アーマンド探しや黒バラ騎士団の調査で時間を無駄にしないでちょうだい。脊柱剣の力を証明して黒バラ騎士団を手に入れなさい。彼らは脊柱剣の主に従い、その意志に従うのだから。そうなったらアーマンドが彼らに捕まっていようと解放するよう命じればいいだけ。全てはあなた次第だわ。でももし脊柱剣が私を認めなかったら。他の方法はもうないわ、シャーロット。黒バラ騎士団の力は王室に必要なの。ここまで来たら私たちは引くわけにはいかないのよ。でもお姉様、私夢を見るんです。血まみれのピーコックと黒バラ騎士団が王宮に。そんなものはただの夢よ。考えてはいけないわ、シャーロット。地獄の秘密はここにあり、目玉も耳もそっくりそのままだけど、もう二度と目覚めやしない。痛みもなく恐れもない戦士よ、君は一体どこに向かうというんだい？ティアス競技場へ。何をしている？無理やり入るつもりか？あれは黒バラ騎士団、何をするつもりでしょうか？女王タクシーを一網打尽にせよ。何が女王タクシーよ。マーガレットは王にふさわしくない。お前たちは暴虐者の手先よ。将校は何か知っていそうだわ。守ってあげましょう。さあ行くよ。本気を出そうかね。切り開く。私は逃げも隠れもしません。恐れはありません。勝利を。トリペプラショット。
が剣と共に巨影の空想を捨てなさい。灯台の輝きよ、世界を照らせ。何が起きたんですか？よくわからないんだ。奴らは女王が秘密裏にキャサリン大公を暗殺したとかなんとか言っていた。すでに何人かに侵入されてしまった。競技場の西の塔に向かったようだった。騎士大会が終わるときにキャサリン大公は顔を出すはず。奴らは一体何を言っているのやら。まずいことになりそうだ。行ってみよう。西側の塔は完全に何者かによって封鎖されてしまいました。衛兵も示し合わせたかのように知らないふりをしています。どういうことなんだ？なぜかと聞かれたら答えて差し上げましょう。支援王室は人々に見限られたのです。あんたは。いや、以前は少し誤解があっただけです。忠告しておきましょう。部外者ならこの王室のために死ぬ必要はありませんよね。何が言いたいのよ。ただの善意ですよ。でもどうしてもというなら邪魔はしません。ティアス競技場はこの先です。後で何があっても私のことはお咎めくださいませぬよ。では脊柱剣に決めてもらおうか。あなたに脊柱剣の力を操れるのか、黒バラ騎士団を引き受ける力があるのか証明するんだ。その剣を突き従えることができるかどうか。もちろん証明してみせます。第三王女、君には永遠に脊柱剣は扱えないさ。どうしてあなたはあの時私のように舞台に穴を開けた役者は余興で盛り上げるしかないからね。お戻りでしたか。ああ、祝いの旗を広げる時だ。ダメ。待ち受けるのは貧困と追放、死だけですわ。リカリス公爵の仰せの通りだ。支援王を取り押さえて我々の財産を保証する法案に署名させるのです。謀反を起こすつもり？お姉様、ご安心ください。私が脊柱剣の力で第三王女シャーロットを亡き者にするのですわ。黒バラ騎士団を王室の言いなりにさせるものですか。卑劣で恥知らずなのは相変わらずだ。父上、これがあなたが忠誠を誓った国と守ろうとした人々だ。黒バラ騎士団よ、第三王女シャーロットを殺し脊柱剣を奪え。ぶっ潰せ。
ザとシャーロット殿下をお守りします。もう少しで、あともう少しで脊柱剣の力が扱えるはずなんです。恐れはありません。目標はどこだ。大地をかける炎よ。本気を出そうかね。切り開く。最後まで戦います。任せてくれ。状況を教えてくれ。お望みとあらばってね。はい、そら、あよっ、おいっちょ。任せてくれ。我が剣と共に金は用意したか。竜をほふる。な裏切り者め、見ておけ。その目ではっきりと、脊柱剣は私のものだ。黒バラ騎士団の支援をお守り、逆賊を消すのだ。あの剣が騎士を操っているのか。あんなんでも一応味方よ。脊柱剣アイル、腐敗の決意です。さあ行くよ。私は逃げも隠れもしません。お望みとあらばってね。そら、あよ。
目標はどこだ。私は逃げも隠れもしません。はっ、さあ行くよ。こんなもんかい。恐れはありません。巨栄の空想を捨てなさい。勝利を。金は用意したか。ブラッドファング。したいのだ。来るがいい。お前たち逆賊に待っているのは死だけだ。いいえ、私たちは王室と交渉がしたいだけですわ。シャーロット、止まるな。脊柱剣に飲まれるな。王室を去った守護者、お姉さまを裏切った人が今さら何の用なの。王室を捨て、お姉さまを捨てた人が私にとやかく言う資格なんてない。だから死ね。第三王女シャーロットよ、言ったはずだ、君に脊柱剣は扱えない。シャーロット、死ね。反逆者も裏切り者もみんな死ね。完全に飲まれたな。ならば死もまた一種の解放だ。やめて、シャーロットを傷つけないでちょうだい。分かっているだろう、私たちにはどうにもできないことが多いこと。ダメ。私の家族を傷つけないで。マーガレット、お姉様、
命で償うといい。どうしてこんなことに。ダークリザードだ、助けて。火だわ、地面に油が。そんな。アビア、こっちだ。来い、ここを離れる。誇らしいよ。支援王室の時代はこれで終わりだ。キングスランドは直に継承問題を理由にアイビスの領土に手を出す。一筋縄ではいかないと思うが、目的の一段落は終えた。ええ、あの獅子どもが考えるほどアイビスは脆くはないでしょう。金のある商業都市がおとなしく統治されるわけもないわ。南から兵器を買う資金なら十分にあるんだから。さすが帝国の国主様は先見の明が終わりね。キングスランドが戦いの泥沼にはまるのを待てばよい。帝国が彼らの海を破り西に渡る日も近い。ライラ、お主の役目は終わりだ。国に帰れ。はい、アトム様は。私とミラーはまだやり残したことがある。分かったわ。相変わらずね。アポフィス様は女性にもっと優しくした方がいいわよ。無駄口を叩くな、ミラー。この指輪をアーマンドに渡してくれ。アーマンドは黒バラ騎士団に捕まり黒バラ城に連れて行かれた。あれでも支援王室の血が流れているやつだ。この支援の指輪は王室の象徴。マーガレットが私に託したものだ。約束を果たす時が来た。指輪を次の継承者に渡す時だ。私の代わりにアーマンドに支援の指輪を渡してくれ。待って、運び屋と救助は別料金よ。半分だ。え？アーマンドに指輪を届ける代金は支払う。ただし直接受け取り人の手に届けてくれ。運び屋の基本だろ。残りの代金はその時アーマンドに請求してくれ。え？何よそれ。アイビスの統一を望むお前たちに適任ではないか。